こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都日野市中央線豊田駅3、4番線ホームにやってきました。左側下り本線2番線には E233系0番台が現在停車をしています。主に中央線や直通する青梅線で運用される車両。この先八王子方面に向かいますと豊田車両センターと位置しまして配置されています。今回はまだ運用することができない車両が試運転行われるということです。もうしばらく待っていれば出てくるんではないかなと思います。特急列車通過待ちのため少々停車します。形式の方は現在1番線から回送列車として入区する車両と同じになります。 E233系0番台。しかしまだ運用できない車両といえば2階建てグリーン車、中間に4両組み込みましてグランドグリーン車などと呼ばれている試運転、おそらく東海道貨物線内で行われるんではないかなと思います。もう間もなくしますと出区3番線に入線してくるんではないかなと思います。この後様子の方見ていきたいと思いますので本日もよろしくお願いします。こちらはいつまで運用されるかわからない209系1000番台。2024年3月のダイヤ改正以降運用に入っていませんでしたがまた復帰したようです。3番線が開きますとすぐに出てきました。 AC56編成、グリーン車4両組み込まれてそうな感じがしました。ホームの中ほどに停車をしました。車体番号を見てみますと28と確認することができます。28編成目。そして前寄りとなります。東京方面より27と確認できます。27編成目の2両を組み込みまして合計4両。来てしまいましたのでこの後はいつものように車両センターに留置されているグリーン車どのくらい集まっているのか様子の方を見に行こうと思い下車をしましたと思ったんですが、周辺にカメラを持った方がいましていろいろ話してみたところ、今回先ほどの4両のグリーン車東海道貨物線内での試運転ではなかったようです。27編成目と28編成目4両6人車は先日東海道貨物線内で試運転が行われています。確か神津駅で見た車両です。2度目行われるのおかしいなと思っていましたが今回行き先が違ったようです。どうやら視聴者様だったようです。なぜ知ってるのかは不明ですがこの後の流れ教えていただきました。行き先が分かった以上追いかけてみたいところ、豊田駅南口に急遽引き返してきました。まずは中央線を上りまして追いかけてみたいと思います。東京行きの列車に乗車をします。今回グリーン車が乗り入れる路線入線は初めてということです。ターミナル駅新宿駅にやってきました。7、8番線あたりに停車をしてないかということで探してみましたがグリーン車の方確認することできませんでした。まあもたもたしていましたので行ってしまったかと思います。この先
山手貨物線経由大崎を介しまして横須賀線新鶴見信号所に向かったかと思います。試運転ということであればそのまま東海道貨物線に入りまして神津を目指すことになります。しかし本日は新鶴見信号所で進行方向を変えるようです。横須賀線を東京方面に、一体どこに向かうんだという話になります。そのまま総武快速線に入りまして最終目的地は幕張車両センター。先日も豊田車両センターに止め置けなくなったグリーン車が神津車両センターに疎開改装疎開留置されていましたが、続いて幕張車両センターにも疎開するようです。現在新鶴見信号所の方に向かっています。そこで折り返しまして東京駅に向かうということであればそれなりに時間がかかるはず。ここ新宿から東京駅に中央線で移動し先回り待ってみたいと思います。こちら E259 系特急成田エクスプレス号、乗車すれば東京駅にそのまま向かうことができます。しかし全車指定席の特急列車、今回指定券の方手配していませんし、渋谷品川と大きくぐるっと迂回をしていきます。それなりに時間がかかりますので中央線でショートカット15分程度で向かうことができます。東京駅に到着をしました。横須賀線から総武快速線千葉方面を目指すということであれば総武地下3、4番線ホームどちらに入ってくるんでしょうか。もうしばらく待ってみたいと思います。品川駅周辺から錦糸町駅周辺まで地下の区間を走行します。とても不思議な光景になるんではないかなと思います。そして E233 系0番台自体、この地下ホームで見るのは初めてとなります。こちらが品川方面ホーム先端となります。カメラを持った方一切いらっしゃいません。本当にやってくるのかと不安になりましたが、回送列車が参りますという放送入っています。右には横須賀線や総武快速線などで運用されます E235 系1000番台、反対側に E233 系0番台、なんだか違和感があります。柵から身を乗り出しての写真撮影は大変危険です。ご乗車できませんのでご注意ください。一体どこの地下鉄にやってきたなという感じになります。デピューター点灯、まもなく出発。先ほどから駅員さんが注意喚起をしていました。この先ホーム先端、大変多くの方が集まっています。捉えることはできません。こちらのホームといえば15両の長大編成が収まる長いホームとなっています。そこに今回10両編成がやってきまして、ホーム中ほどに現在停車中。
はい、ということで総武快速線を錦糸町方面に向け出発をしてきました。地下ホームからの出発、一言でまとめますと違和感がありました。まあ、この先幕張車両センターの方に追いかけていってもおそらく内陸部の方に入り込んでしまうんではないかなと思います。見ることができないかと思います。この先機会があれば様子の方を見に行ってみたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この後は別の場所に移動します。闇に紛れていく E235系線番台を見ながらこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。15両編成ということでとても長い編成。それではまた。